こんにちは、牧野直太です。今日は9月の27日の月曜日になります。今の台風来てますね。ちょっとね、嫌な進路なんですよ。こっちのね、泉州地方では3年前のね、台風21号、9月4日に来たやつね、あれがすごかったんです。ちょうどね、日本列島の本土太平洋のこの日本の南からずっとこう上がってきた台風ですね。それとすごく進路が似てるので、ちょっとまあ怖いなと思うんですけどもね。3年前は本当にこちらはね、被害がすごくて、屋根がめくれたりね、いろいろね、マッキナマのガラスが割れたりいろいろしました。で、電柱が倒れたんですよね。もう嘘みたいに電柱がバタバタ倒れた。で、停電ね、こっちは4日間結局停電したんですよね。そんなんで、まあ営業もできなかったりしたんですけども、まあ本当にちょっとね、進路が似てるんで、ちょっと警戒はしてるんですけど、木曜、金曜あたりと聞いてるんですけども、皆さんの地方もね、もちろん注意していただいて、みんなでこう注意して乗り切りましょう。はい。で、今日の動画、またね、国際輸入車数台、この週末分ですかね、撮れてますんで、この後楽しんでください。はい、それでは今日の動画スタート。はい、こちらは、ホイール交換のご依頼をいただきました、メルセデスベンツの GLA になります。装着するホイールはこちらのワークグランシーカー DMX ですねの、カラーがブラックカットクリア、こちらの方を装着させていただきます。で、純正と同じ19インチですので、タイヤはそのまま再利用ということで、ホイールコーティングまでご依頼をいただいてます。はい、では早速やっていきます。はい、 T 様のメルセデスベンツの GLA ですね、今の現行新型、タイヤホイール交換完成しました。足元ね、おしゃれな雰囲気で決まりましたよ。これはワークのね、グランシーカーの DMX というね、新しい方のデザインになります。本当に独特な形状をしてまして、当然周りの、ね、リム、これは19インチなんですけど、その内側にね、さらに、リングがありまして、中央はね、メッシュデザインで、その外側がスポークデザインというね、複雑な、デザインをしてるんですけども、これがね、白は一色だったら結構この癖の強いデザインが目立つんですけどもね、ボディカラーに合わせてこうブラックカットクリアを、チョイスされたおかげで、中央のメッシュ、ここが黒に、ね、なってるおかげですごく、まだ比較的、癖が少ないデザインになってるのかなというふうには思います。ただね、本当にこの新車の GLA に組み合わせた時にどんな表情になるんかなと思ったんですけど、意外とね、違和感がなく綺麗に決まってると思うんです。で、この純正のタイヤをね、再利用しましたんで、19インチでも比較的SUV らしい、むっちりしたタイヤですよね。つらもこんな感じです。こういう表情なのでなかなか面白いね、今の現行の新車の GLA、 こんなカスタムをなかなかね、されるお店なんか少ないんじゃないかなと思います。すごく独特のこう世界観でね、綺麗に決まったんじゃないかなと思います。で、以前ね、フロントグリル、もう本当ご納車されてすぐですね、通常の、ノーマルのグリルからパンアメリカーナグリルに交換をさせていただいたり、ホイールつける前にね、以前これもブレーキキャリパー綺麗に赤に塗装させていただいて、メルセデスベンツのロゴですね、こういうので綺麗にコーディネートさせていただいているのでね、まあスポーティーでなおかつおしゃれにすごく決まったのかなと思います。はい、 T 様ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらは、新規様でお依頼の方をいただきました、アバルト595ですね、新車です。で、以前ね、マキナのこの YouTube の動画で、アバルトのね、足回りの説明をいろいろ僕させてもらったんですけど、その動画をご覧いただきまして、カーベイの車庫帳、カーベイのバージョン1ですね、こちらをお選びいただいて、今日装着となったわけです。で、奈良からね、わざわざお越しいただいたんですけど、今の足回りの仕様というのが、コニーの純正のショックに、ダウンサイズの組み合わせなんですね。
で、先ほどあの試運転、させていただいたんですけど、非常にバネレートが高くて、硬い、突き上げのある、乗り味になってるんです。で、ただあのストロークしていってね、腰があるかというとそうでもないような足元になってるんですけど、非常にまあ、乗り心地が悪いというのでね、なんとか改善したいというので、このカーベンのバージョン1をお選びいただきました。カーベンのバージョン1に変えますと、低速での初期の突き上げが非常にマイルドになりながら、ロール量などがね、結構発生するような、高い速度域の時にでも腰が出るというね、そういう足元になりますんで、今から早速作業していきます。はい、じゃあ慎重にやっていきます。はい、今フロントね、カーベバージョン1組み上がりまして、今からちょっと細かいセッティングをしていきます。このストラットの下側のボルトで、キャンバーをね、比較的自由に変えれる特徴があるんですけども、こういう水平器をディスクにつけたりしながら、キャンバーを、左右差なく調整していくということをやってます。あとまあ若干今ちょっとフロント車高下がりすぎたので、ちょっと上げるという、まあそういう形でこの後進めていきます。はい、奈良県からご来店いただきました F 様のアバルト595コンペティソーネ、カーベン車5丁ドレスで完成しました。今の試運転まで行かせていただいて、まあ、フラットライドですね、先ほどのコニーのショックプラスダウンサスの、組み合わせより明らかにその縦揺れが少ない、まあ、非常にしなやかな、サスペンションです。で、車高の方は、大体本当にいつもマッキノの定番仕上げで、フェンダーとタイのクリアランスね、約指1本で仕上げてます。はい、これでね、本当に乗り心地の悩みからね、解決、していただいて、楽しいドライブをね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、F 様、遠方からのご来店ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらは新規でご依頼の方をいただきました、M 様の、ジャガーの XF ですね、今リフトアップをしてタイヤを外してます。で、今回タイヤ交換なんですね。こちらの純正の20インチ、の、大きいホイールね、付けられてるお車なんですけども、もうコンチネンタルをね付けられてるんですけど、かなりひびがいってますんで、コストパフォーマンスの高いこちらのファルコン、アゼニスの FK510、 こちらに交換をさせていただきます。はい、では慎重にやっていきます。はい、 M 様のジャガー XF ですね、タイヤ交換完成しました。こちらのお車ね、純正で20インチのこのブラックのホイールですね。やっぱりこれだけ大きい高級車でも白ボディでホイールがクリアとすごいスポーティーですね。で、タイヤの方は、コストパフォーマンスの非常に高い、メイドインジャパンのファルケンアゼニス FK510。 もともとね、これ純正でも20インチ、2553520っていうすごいサイズがね、 XF は入ってますね。今ね、たまたま雨がね、外降ってきたんですけども、これからのね、また台風も来てますしね、そういう雨の中でもね、安心してドライブ楽しんでいただけると思います。で、こちらのお車はね、ブラックパッケージということで、グリルとかね、普通のグレーでとこうメッキのとこですよね、左右の開口部のガーニッシュで、こういうサイドダクトで、ミラーカバーですね、ここら辺全部グロスの黒になってるので、すごいスポーティーです。はい、ありがとうございます。またね、次のプランもいろいろご依頼いただいているので、その時またご紹介します。はい、ありがとうございます。はい、今86のワイパーベースを装着中です。こちらは綺麗にカーボンタイプ2スモークで水圧洗車をしたてですね。ね、ガラスに差し込んだりパチンパチンとね、止めるとこあるので、慎重に2人がかりでやってます。じゃあ引き続き進めていきます。はい、こちらは、奈良県からねお依頼をいただきまして、長期預かりで、カスタムの方をさせていただいてました。F 様の86、やっとやっと完成しまして、共同車となります。この86はね、綺麗にものすごくシンプルなんですけど、綺麗に本当に統一感を持たせて作ってる86になります。もうこだわりがすごいです。ちょっとね、各部ご紹介しますね。まずね、フロント周り、これね、実はヘッドライトのインナー、これカーボンにしてるんです。
これはね、ヘッドライト業者さんに空割り依頼しまして、中のメッキパーツだけ、こっちにもらってカーボンにして、また組み立てるというね、そういう形でカーボンタイプ1スモークですね。これで綺麗にメッキインナーをカーボンにさせてもらってます。で、もともとね、この TRD のフロントハーフスポイラー、これをつけられてたんですけど、まずこのフォグガーニッシュからのこのスポイラーの下の部分ですね。で、この中央の開口部の周り、これ全部ね、カーボンタイプ1スモークなんです。むちゃくちゃ綺麗。ここね、もともとボディ色の白と、これマットブラックやったんかな、ここを全部カーボンにすることでね、もう圧巻の統一感です。で、このね、もうこだわりで、バンパーもね、多少飛び石があったんですよね。まあそういうのももう全部綺麗にしてほしいということで、これ新品のバンパーです。新品のパールファイトのバンパーに交換してます。で、エンジンルーム、これね、今ボネット上げてるの、これエンジンルームもすごいんですよ。これものすごくチューンが進んだエンジンになるんですけども、まあ、マキナの方はね、エンジンチューンしてませんので、あれなんですけどね、今回うちにご依頼いただいたのは、この赤黒で全て統一したエンジン。これね、例えばこういうヘッドカバー系ですね、これ赤の結晶塗装だったり、いろいろこうプーリーのカバーとかね、赤の結晶塗装、こういう形でコーディネートされてたんですけど、今回はね、エアクリボックスとかこのウォッシャーキャップとかね、全部これキャンディーレッドカーボンで水圧洗車してます。もうバラッバラにしてね、させていただきました。こうヒューズボックスとかね、むちゃくちゃ綺麗でしょ。で、クスコのマスターシリンダーストッパーとかね、あとこれリザーバータンクのキャップ、クーラントのラジエーターのね、リザーバータンクのキャップですね。で、ウォッシャーのキャップ、ここら辺まで全てキャンディーレッドカーボン。で、オイルエレメントとか、これバッテリーまでね、これドライバッテリーですね。これの赤なんかでね、これやばいですね、統一感が。他の色がない。ここまでこだわるとね、あ、これ、オイルのゲージですね。ゲージの頭の部分、これもキャンディーレッドカーボンです。もうすごいです。でね、この TRD 製のカーボンのタワーバーとかね、このボディダンパーね、ここら辺高価なパーツすごいもう盛りだくさんですね。いやー、すごい車だな。で、ワイパーのカウルトップで、ワイパーアーム、これはね、マキナでは比較的定番ですけど、こちらも全部カーボンで水圧洗車してます。で、今回ね、このカーボンタイプ1スモークを選ばれたのは、ボンネットがね、本当のカーボンボンネットをつけられてるんですよね。で、この柄、綾織の柄に比較的近いのがうちのカーボンタイプ1のスモークやったんですね。で、こちらで外装すべてコーディネートしてます。で、サイドステップもそうですね。これ TRD 製のサイドステップなんですけど、もともとマットブラックだったところを全部カーボンタイプ1スモーク、むちゃくちゃ綺麗です。で、外装で言えばね、まあ他のところ、これまあうちの方ではやってないですけどもね、足元もね、アドバンの単造、アドバンレーシングの GT ですね、このホイールと、まあブリヂストンのこれポテンザの RE71R か、これでの組み合わせなんでね、本気の走る仕様なんですけどもね、ただそのコーディネートっていう意味ではもう素晴らしくて、エンジンルームとかと合わせてね、これエンドレスのブレーキキットつけてはるんですよね。ビッグキャリパーとツーピースローターのキットなんですけど、エンドレスのね、イメージはもうブルーですよね。もともと標準はブルーなんですけど、全て赤、キャリパーは赤塗装のこれオプションのオーダーやったと思うんですけどね。で、ベルハウジングまでアルマイトレッドで、ナットも、アルバイトレッドのレーシングナットね、こういう足元でコーディネートされてます。もう統一感がすごいですよね。はい、外装はね、こんな感じで素晴らしいんですけど、インテリアもすごいですよ。インテリアも全て赤黒で統一。例えばね、これもともとされてたんですね、このアルカンターラでね、ドアノブのこの取っ手の部分ですよね、これシルバーやったんですよね。これをアルカンターラで張り替えされてて、シートベルトも赤で、
うちさしてもらったのは、このステアリングもともとですね、黒アルカンターラと赤アルカンターラのツートンなんですけど、シフトブーツ。これ黒アルカンターラで赤ステッチ。で、サイドブレーキブーツですね。これを黒アルカンターラの赤ステッチ。まあ、グリップは赤のアルカンターラですね。こういう形で全て統一されてて、細かいとこはね、メーターパネル。これカーボンタイプ2スモークですね。インテリアはカーボンはタイプ2で統一です。で、このエアコン操作パネル。で、下のこのスタートボタンがついてるパネルですね。ここら辺もカーボンタイプ2スモーク。で、その円を切る左右の縦のパネル。これももともとシルバーやったんですけど、これはキャンディーレッドカーボンですね。他のこういうシフトとかエアコンのとこなんかもそうですよね。で、このエアコンリング。ここら辺もキャンディーレッドカーボンで統一することで、まあ赤黒の世界、まあ、一番スポーティーですよね。赤黒のツートンは本当にスポーツカーのもう鉄板、皆さんの憧れ、そんな感じですね。はい、こんな感じでインテリアも統一できてます。いやー、素晴らしい。本当にね、かなりお時間いただきましたけどね、きっちり完成させていただきました。本当に遠方のね、奈良からのご依頼ありがとうございました。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。またね、いつも通りなんですけどね、皆さんのこういろんなカスタムの参考になったり、マキナに、ああ、こんなことやって、お願いしてみようかなとかね、そういうふうに思っていただけたらいいなと思います。で、また引き続きチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画まで、さよなら。